プカプカ島は、クック諸島の首都ラトロンガ島から1 1 0 0トル西北に離れた島。南太平洋の孤島であり、そのため、デンジャー島との別名もある。浮島ではない。ラグーの中に3つの島があるが、プカプカ島以外は無人島である。総面積は1平方キロメートルで、人口は800人。2000年前の居住跡が、 日本人による1990年代の調査で見つかっている。1595年8月20日スペイン人探検家、アルバロデ・メンダーニャデネイラが島を目撃し、セイバーナードにちなみさんベルナルド島と命名した。1765年6月21日英海軍提督、ジョン・バイロンが上陸を試みたが、高波で危険なためデンジャー島と呼んだ。1796年4月4日、 物体験家、ピエール・フランソワ・ペロニー一行が海岸に到達したが、現住民が上陸を拒否、島の物資と西洋の物品が交換された。三つの島は、それぞれ三つの村に分割されていて、プカプカ島と二つの無人島にそれぞれ共同所有地を持ち、コプラ船が来る数週間前から共同で働く。村のあるプカプカ島には、天然のくぼ地があり、タロイモ畑になっている。 世代から世代へと共同の作業によって拡大されたものであり、言い伝えによると、若干の家族は300年も続いているとされる。1914年のハリケーンの結果基金の状態に、陥り、タロイモ畑は全体として統一的に管理され、島民の間に平等に分配された。平等配分はその後も続き、土地保有の均等性が支えられている。 タロイモ畑は女性を通じ、宅地とココヤシ畑は男性を通じて相続がなされる。村のリーダーはいつどのような資源を取るかを判断し、その身分ゆえに、毎年若干のココヤシを受ける。収穫において、成人は平等の配分を受け、老人などはきつい仕事をしなくてもやはり平等の配分を受ける。第二次世界大戦後、クック諸島のマニヒキ島から新自害がもたらされ、 ラグーン内で養殖が行われている。プカプカ島の東南約70キロメートルの位置に、ナッソウ島という、低い、広さ300エーカーほどの島がある。タロイモがよく育ち、全島が、ここやシばやに覆われた島である。これは19世紀末に一人のアメリカ人が所有し、プカプカ島人に預けていたものであるが、後に次々と人手に渡り、最後に、 南海の商業で重きをなしているバーンズ・フィリップ社の所有になっていた。1945年にニュージーランド政府がこの島をプカプカ島人のために2000ポンドで商社から購入していたものをプカプカ島人が再び購入するに至った。購入資金は3つの村の6人の商人によって個人的に支出されたが所有権は6人のものではなく3つの村の共同所有になっている。 しかし、何人たりとも、夏草島に永久に泊まることは許されない。数年間島に泊まって、タロイモを作っていた、数名が1964年に、ここに不定期間泊まることを許可してほしいと、村会に申し出たが、却下された。彼らが島に泊まることによって、島を自分たちの土地と思い込んでしまうのを、村会は恐れたと言われる。1914年のハリケーンによる基金の結果、 プカプカ島人の若干のものが、ラトロンガ島に強制的に移住させられたが、いまだに、ラトロンガ人とは打ち解けず、孤立した集団。これは、現地語であるプカプカ語の名りがひどいことが、理由とされている。そのため、プカプカ島から外部への移住は、極めて少ない。有川秋雄、世界一名語源辞典、三定番には、プカプカとは、ポリネシア語で、白い葉の低木という意味である。 と記載されている。ありがとうございます。